おはようございます。ジャスト株式会社代表関正樹です。今回は経営の話で人材育成の話ね、はい、で以前ちょっとお話したんですけど、まあ新入社員入ってきました。そうするとまあこれ指示が多いよね、はい、で結構やる気があるからそんなに支援しなくてもバリバリやるよね、はい、だからまああと指示しないと動けないっていうのもあるから、はい、まあ新入社員の時は、まあ、ここだよね、はい、指示が多くて支援が少ない、はい、でスタートしてだんだん、今度支援が多くなって、まあ、指示も多い、ここが一番多分山場というかね、はい、になってくると思うんだけど、まあ要はまあ壁にぶつかって最初の理想と現実どうも違うぞと、うん、ってなると励ましていかなきゃいけない、はい、まあいろいろな、まあ、ただ指示もしなきゃいけない、うん、でここが一番経営者としても指導する側ね、もう結構エネルギーを使う、はい、ここ山場を、まあ、通り抜けると今度現実との自分の理想というのを統合し始めると、はい、いうことで今度は指示は少なくするんだけど支援が多くなる、はい、であまりここで指示しすぎるとなんかやる逆にやる気がなくなっちゃうね、はい、こういう話、あとこれを過ぎるとこう委任していくと、はい、いうことなんです、まあ、復習なんですけども、はい、まあまあ、ここ名前をつけると、まあ、新人期、ここ壁に当たる壁ドン期とかも言ってる壁ドン、はい、あとここまあ統合期、はい、でここが委任期みたいな形なんだけど、はい、ただ、まあ、ここからちょっと今日の本題なんだけど、はい、ただ仕事ってさ、最近そんなにこう新入社員とか入ってきてもこれだけやれっていうことなかなかないよね、はい、で例えばまあ営業職で入りましたよって言ってもそれが新規の営業なのか既存客のフォローの営業なのかっていうのも違うので、はい、実はこれ一筋縄じゃいかない、要はそれぞれのこの何ていうの仕事の質によってこれ一人の中でこう何本もこう順序が今言ってることで、はい、例えば新規営業に関してはもうほとんどここで止まってる、はい、ただ既存客のフォローはもう結構進んでる、で一人のスタッフの中にもそう業務によってこの発展段階がバラバラだっていうこと、はい、なのでいうことなんですよね。しかもさらにその人を、まあ、経営者に育てようなんつったらまだあれだよね、こういうふうに業務的には進んでいってる経営者ってもうあれだよね、経営者の教育に関してははっきり言ってもここの中にも入ってないかもしれない、うん、なのでまたここまで来たらまた経営者としてのいやまた教育がここから始まったりするから、はい、うん、単純にはこういかないって話ね、はい、業務ごとにまたこれがバラバラに開発されていくという、はい、いうお話でした、うん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。